皆さん今日も奏でてますか、演奏してみたいゲーム実況投稿しておりますカロンです。はい、ということで花一問目、いやー来ましたね、さっき流した通りイントロから本セクションがゴリゴリなっております。ありがとうございますという感じで、今日はちょっと野暮用があって0時過ぎに帰ってきたんですけども、まあ聞いた瞬間これは動画を回しましょうということで、リアクションの方は早速撮っていきたいなと思います。ではイントロを改めて聞いてみましょう。はい、まず今回はまあオーソドックスな感じでトランペットとサックスとトロンボーンの3冠となっております。でトランペットが大体真ん中くらいにいて、ちょっと左くらいにサックスがいて、でまあちょっと右に外れたこんくらいにトロンボーンが鳴ってるかなという感じですね。まあ、イントロゴリゴリに本体決まっておりますが、もしかしたら各楽器1本ずつじゃなくてもうちょっと重ねて撮ってるかもしれないですね。でちょっとジャズっぽいようなフレーズとなっております。で最初は多分ドラムと本体だけでパラ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 ーと、まあ、インパクトのあるフレーズが流れつつ、バッパーで音程がちょっとバッパーリフトで音程をしゃくり上げつつ、バッバーバー、これも臨時記号というかちょっとシャープがついた感じで、まあ、ちょっとスケールからは外れた音になっておりますね。バッバーと、まあ、ちょっと怪しげな雰囲気をね感じるような音程になっているかなと思いますので、改めて聞いていきましょう。はい、じゃあ次サビですね。まあ、曲通してトランペット、サックス、トロンボーンの位置は変わってないかなと思います。という感じで、まあ、結構、伸ばしとか、まあ、曲の勢いとか圧力を増すような感じの結構パワー系で長めの音符で押せ押せって感じのフレーズになっているかと思います。って感じでね、まあ、最後は F6 かな、まあ、トランペットだとハイ F だと思いますが、でトロンボーンが A の音を鳴らしてて、この曲のキーの F メジャーをね最後もバーッと伸ばして勢いついてるかなと思います。まあ、それでは、まあ、このくらいのパワーはちょっと出せないかもしれないんですけども、サビの方も聞いていきましょう。何かできそうな夜深し情熱を進めて特別な今日に対話しないや T シャツの仕事で1番終わった後は2番に入る前にちょっと決めが入っております。ってことでね、まあ、これもちょっとジャズっぽいようなフレーズで、2番に入るまでのブレイクで、こちらはベースとトランペットとトロンボーンが同じ音程で動いておりますね。でドラムのリズムがこの4人の決めとなっておりますね。こういうブレイクでトランペットとトロンボーンとベースが同じ動きしてるっていうのは、まあ、ちょっと珍しいかなと思うので結構面白いんじゃないかなと思います。で B メロは2番はちょっと入ってるかなという感じです。まあ、パーンというね一発、フォールで音程下がっていくような、まあ、アクセントをつけるような感じで軽く入ってるかなという感じですね。はい、で2番終わってで感想の途中あたり、これはなんか結構サビと同じような役割かなと思います。まあ、ギターが中央で結構メインでなってって、
まあ、それを後押しするような勢いつけるような長めでパワーって感じのフレーズになっているかなと思います。でそれが終わった後ですね、まあ、Cメロと言いますか、ということでね、はい、まあ気持ちサビとかよりもちょっと音程の動きがちょっと増えてるかなという感じで、でまあ最後のブレイクのところでパラ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 と入っておりますね。で最後のサビに入るところをちょっと聞いていきますか。という感じで入りのところがちょっと他のサビと違っておりますね。まあ最後もう一回サビやるぞって感じで、結構階段上で、まあ、音程も上に駆け上がっていくようなホーンセクションとなっております。で最後サビの終わりですね、まあ、最後のサビだけ、まあ、歌がタンタンタラタンタラ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 と、最後のフレーズが2回入ることになりますが、2回目の方に、この高音の伸ばしを持ってきてることで結構効果的に最後のクライマックス感が出てるんじゃないかなと思います。で2回目の方は多分ドラムとかギターとかも鳴ってなくて、ここの一小節間は歌とホーンセクションだけの時間になっております。でアウトロの方も、サビと大体同じ感じかなといったところですね。ということで最後にクレジットも明記されております。まあ、作詞作曲歌あかねさんと、編曲が百夜音さんと、まあ、ずとまやの皆さんと、それでドラム神谷さん、ベース仁本さん、ピアノ岸田さん、ギター小茂口さんと、でトランペット吉澤さん、トロモハンダさんの、サックスが橋本さんと、まあおなじみのメンバーですね。であとエンジニアや動画の方も、明記されておりますので、こちらぜひ本家の方をご覧になってください。はい、ということで花1問目、楽しみですね。まあ管楽器的には結構カロリーの高い曲なので大変そうだなとは思うんですけども、ライブで聴けるのもとても楽しみにしております。またずっと前は5周年ということで、はい、今後のご活躍も応援しております。はい、このチャンネルでは演奏してみたや、また演奏に特化したゲーム実況や、こういったホーンセクションなどの実演を交えた解説動画などですね、他にやってる人が全然いない内容を投稿し続けておりますので、気に入ってくださった方はチャンネル登録などお願いいたします。それではまた会いましょう。ご視聴ありがとうございました。